皆さんこんにちは、リズミックトレバードでーす。さあですね、今回なんと2015年、はい、5年前、うん、5年ぶりに、うん、はい、マジックオブライフとリズミックトイワールド、はい、そしてギフトメンのツアー、はい、リベンジさせていただきます。よっしゃ、5年ぶり、気づいたら5年も経ってました ね月日ってのね。でも毎そう、ね、確かに、でも毎回さ、うん、あのやりたい、そう、うん、メンバー同士が会うと、いつも言ってた、そう、もうやろうやろうよみたいなって言ってたら5年経って、5年経ってたね。確かにね、言い過ぎちゃった、うん、言い過ぎじゃない、確かに、でもそれぐらい本当いつも、うん、そのマジックのメンバーと会うとその話になってたぐらいだから、うんうん、その5年分のパワーが凄まじいことになってると思うんで、皆さんぜひともこのツアーリベンジ決めに来てください。よろしくお願いします。それではライブ会場でお会いしましょう。リズミックトイワールドでした。